はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は暁サクチャレのちょっとデッキを組んでお試しでやってみましょうという、回になります。でデッキの方が、かなりね悩みに悩んだんですけれども、多分これがいいんじゃないかなと自分のデッキの中では。ピッチャーが一ノ瀬、キャッチャーが二宮、内野手が四条で、外野が七井、まあ、PR ですけど、でスタッフキャラ2人入れて、スミカちゃんをお借りして自前でユニフォームセッチャンを、まあ、用意するというところですかね。でそうするとまずピッチャーなんですけれども、まあ、PR 暁守の方が、まあ、ボーナスポイントは高いんですね。ちなみに SR の暁守は持ってないんで、PR の暁守を入れるのもいいんですけれども、一ノ瀬だと、二宮との、ね、コンボがあるんで、まあ、それで経験点がもらえますと、あと二宮自身の、テーブル固有ボーナスに、試合経験点ボーナスがついているので、まあ、これ多分固有なんで 5% だと思うんですけれども、一応これでちょっと、底上げができるかなというところで、ピッチャーはねちょっと本当に悩みましたね。その PR の暁守るで来るか一ノ瀬で来るかで、とりあえず、まあ、ちょっとコンボを優先して、今回は一ノ瀬を入れてます。でキャッチャーの二宮は固定になりますね。で内野の四条も、自分は固定でいきます。で外野なんですけれども、ちょっとねこれ組んでみて初めて気づいたんですけど、外野ってつくもか八島か七位じゃないですか。でつくもと八島って、ボーナスポイントがめっちゃ低いところにいるので、まあ、必然的に七位を、まあ、入れざるを得ないと。で、これ思ったんですけれども、まあ、自分のねあの勝手な想像ではあるんですけれども、1周年記念第2弾ガチャでサンバ新島ちゃんがいたじゃないですか。でサンバ新島ちゃんって外野手なんですよ。でそうすると多分サンバ新島ちゃん仮に特攻に入ってたとすると、ボーナスポイントは高めに設定されてると思うので、まあ、一応ね不具合がなければ、外野は7位かサンバ新島ちゃんどっちか持ってれば入れられるよ的な感じだったのかなとまあ思ってます。これは真相はわからないですけれども。で、スタッフキャラに関しては、まあ、スミカちゃんと、コンノちゃんが、まあ、俺は使いたかったんですけれども、両方ちょっと SR を持ってないんで、SR のコンノちゃんをお借りして、PR のスミカちゃんで行くか、自前で SR を用意して SR のスミカちゃんをお借りするかっていうところで、ここもちょっと悩んだんですけれども、まあ一旦ちょっと SR で、揃えてみました。なので SR の、ユニフォームせっちゃんで、SR のスミカちゃんをお借りすると。で、SR に関しては、サトリちゃんもいるんですけれども、まあ、これをね見てもらえば分かるんですけど、これね前指がねめちゃくちゃ重いんですよ。1の狭い、四条も前、スミカちゃんも前で、7位も前なんで、ここにサトリちゃんの前キャラを入れるともう前子っていうね凄ましいあれになっちゃうんで、もう絶対完走できないんで、まあ、後イベのセッちゃんを入れてます。であとセッちゃんは今回別に金徳狙いでデートをするわけじゃないので、まあ、評価ポイントさえ溜まってればいいので、まあ、イベントもね、まあ、多めの彼女キャラになってるので、まあ、そこで評価を上げつつ、まあ、経験点ももらっていこうかなっていう感じになります。多分せっちゃんはね追えないんで、まあ、イベントとかでちょいちょい評価上げをしていく感じになりますかね。でスミカちゃんはもう早々によってクリスマスまでに、彼女にしたいですねというデッキになってます。じゃあちょっとこれでねどれくらいいくのかっていうところなんですけれども、まあ、とりあえず練習はここでスミカちゃんとかがいてくれるといいんだけれども、いないね。どうしようかな、まあ、適当に走塁あたりやっとく特に意味はないんだけど。で全員打倒はこれも、金徳はもう関係ないんで、別に鉄人だろうが、左キラーだろうが、電光石火だろうが気にしなくていいんで、ま、基本の、ね、形を守っていけば多分全員打倒はできるかな。最後を気にしなくていいんで、ね、余剰は下げておきたいけど、だから人数的に効率のいいところを攻めていけばいいかな。で守るもまあ後の方に倒して6月の1周までに1人にしておけば守るがめっちゃ下げてくれるんで、まあ、そこですね。
で守る早めに倒しちゃう と,、みんな上がっちゃうんで、まあ、なるべく遅めに倒したいと。で、余剰に関してはもう一番最初、これはもう厳守ですね。せっちゃんとかがいるんだけど、ちょっとね余剰を下げておいて、でスミカちゃんも早々に、彼女にしたいんで、やっぱりね余剰を倒してからスミカちゃんを彼女にすると、これも踏んでおきたいんで、まあ最初は余剰をどんどん減らしていくと。で二宮もね今回入れてるんで、まあ、二宮もわりかし早めには倒せると思います。であと七井ですね、七井もまあ入れてる、いるんで、倒さないとタッグが組めないんですよ。で PR だから、まあ、そこまで強引にタッグを組みたいかって言われるとそうでもないんですけれども、タッグが絡んで打倒ポイントが減らせるっていうね状況を作り出せるんで、あとこれ勝ったけどね、これめちゃくちゃ重要ですよね。めちゃくちゃ打倒ポイント下がるんで、別にね怒り守るはそんなに下がっても微妙なんですけれども。でクレープの誘惑については、一応スミカちゃんの評価を上げつつ、でコツは早めに潰しておきたいんですね。で余剰って、盗塁のコツを持ってるじゃないですか。ただ盗塁コツって自家取りしようとするとめちゃきついんで、一応ちょっとここで、コツをもらって潰しやすい状況を作るといったところですかね。あ、こことかいいね。ちょっと待って怒り倒せるぞこれ最初に怒りとかをやったことないんだけど、いやでもこれいいよね、これいいけど怒りが上がるのか。そうすると3人いるここでもいい気はするんだけどな、どうしよっかな。これ全員上がるんでしょ、怒り倒すと余剰も上がるよね。やめとこう、3人いる方にしよう。さすがに怒り以外全員上がるっていうのはきついからな。そう、もうとにかく走って走ってせっちゃんの評価を上げると。とあと前キャラが多いんで、やっぱりね告白がどうかな、間に合うかなっていうところも一つ、心配点ではあります。これはここでいきましょう。まずは余剰兄貴をぶっ倒すと。この二宮デートか、ここら辺のちょっと経験点も調べておかないとあれですね。二宮とか1回しか使ったことないんで、昨日何してたとか、なんか無難な選択肢でいきますか。あ、これなんかあれかな、彼女がいると違うみたいな。あとは二宮もちょっと早めに下げておきたいな。そうすると怒りはこれが最初に下がったのちょっと邪魔だな。どうする、二宮はブロックのコツって取れる、コツっていうかまあブロックなんですけど取れないね、ギリギリ経験点が足りないか。まあいいや、メンタルをやるかどうするかな。まあメンタルいいや、じゃあ怪我してもあれなんで。この前やってたら 2% でね怪我しましたからね2% で怪我して良くない怪我になりましたからねやっぱりパワプロのね怪我率は本当に、信頼できないんですけど、これどうしようかな、微妙な体力だな。まあ受けとくか、経験点もらえるから40ポイント、わりかしでかい。余剰倒せるけど守くんもいるね、ちょっとやだな、本当に守くんやだな。で7位がいるんで、7位からコツをもらって外野踏んでおくか。ありがとう。ちょっと広角打法とかパワーヒッターも直撮りはきついんで、でスミカちゃんにやる気を上げてもらって、でここどうしようかな、まあ、まず守るは下げる必要ないんで、7位先に倒せる状況を作っておくか、まあ、怒りのカウントがね上がる分には全然いいんですけど。でこれも経験点狙いで続けていきましょう。金徳とか関係ないんでね、っていうかまあそもそも野手なんで金徳はもらえないんですけど、追求か、ここのコツは一ノ瀬か、ちょっと踏んどこう。逆境とか取れんの、逆境、逆境
逆境どこだ、逆境を取って降格打法はもうさすがに無理だな、しょうがない、パワヒが来てくれると嬉しいけど、よしよしよし、できればこれでコツは潰しておきたいですね。で一ノ瀬コーチもこれは経験点狙いでいくとこれかな、で多分パワーが足んなくなるかな、でここで六本木とつくもも減らせるんでメンタルで減らしておくか、そろそろちょっと余剰を倒してスミカちゃんの評価を上げて告白をされたい。せっちゃんこれ全部で3回起きるよね、もう1回起きるよね確か。で一ノ瀬続けていきましょう。で余剰、まあ走塁だけど倒しておきましょう、もうつくもも減らせるし、あとはスミカちゃんだな。怒りがどんどん増えていくな逆に、おお、これはもしかしたらでも寝ないと、あ、スミカちゃんあぶねーよかったー、これなんすよねこれでまだ大丈夫かな的なあれでいくと余剰のポイントが上がっちゃうんで、今回は効率良かったな、ここに関しては。まあ、これで体力も回復できて次も練習できますね。で、まあ、クリスマスも間に合いましたと。っていうか、まあ、別に本番じゃないからさ、いっちゃいいんだけど。あー、これ7位倒せるね。つくもも減らして、イカミも減らして、一ノ瀬を倒すとちょっと二宮がめんどくさくなるから回復しつつ、ちょっと7位を倒すかも。三本松がねすげー上がるんですけど、三本松自体は五十嵐とかを倒せば下がってくんで、でこれで一応7位ともタックが組めるようにはなったんで、こういうイベントとかね体力を削られるとちょっときつい。おうおうおう、いいねいいねいいね。ヤシマとか3下げられるんだ。ちょっと他のもまあ見るは見ましょう。ここもうピッチャーが11になってるな。まあ、二宮をね減らしたいんで、本当だったらねちょっと六本木を先に倒したい気はするんだけど、二宮を倒すと六本木が上がるんで、まあ、ただ二宮を倒さないとね一ノ瀬がね倒せないんで、で一ノ瀬を倒せばみんな下がるんで、まあ、怒りは上がりますけどプラマイゼロなんで。今誰倒した、誰か倒したよねつくもかあんま気にしてなかったけど、そう、あとね余剰って金徳成功すると経験点がめちゃくちゃ手に入るじゃないですか。だからそのために守備を上げておくかっていうところなんですよね。余剰の金徳成功依存率は守備みたいなんでこれはちょっとメンタルで回復しつつ二宮の打倒ポイントを下げるか。六本木がちょっと残ってるね。まあでもここはこれが一番いいかな。まだね余剰は1回目なんで、ちょっと2回目が来たら守備力を気にしますか。こういうのもね成功してくれるかどうかですよね多分1のやつだったな、誰か知らんが。うわ3本罰と五十嵐が全然まだだな。ここは八島も減らしつつ二宮を倒しちゃって次に一ノ瀬も倒してっていう順番でいきますか。経験点もでかいですからね、全員打倒できるかできないかの。おお、六本木が上がってくな。
て11月か、まだ。おー、バーベキューいいね。だからね、暁の作チャレはね、結構運ゲーになると思いますよ。こいつ11だし、イベントがね、すげえうまく進んでいくかどうかで、1人か、1人だったらちょっと減らせるやつを減らしたいな。五十嵐とか六本木とかすげえな、カウントが。まあまだね、11月っていうのはあるんですけど、でかつね、一ノ瀬で下げられるっていうのはあるんですけど、せっちゃん告白来たな。まあどっちでもいいんで、まあ、とりあえず彼氏になって体力を回復しておきましょう。まあ、デートがね、早めに消化できる可能性があるんで、三本松六本木、守屋島、三本松六本木のやつ、ここら辺マジで下げないと。マラソンはもう六本木と五十嵐には頼れないんで、自力で行くしかないっすね。一ノ瀬三本松、まあ二人いればいいかな。肩だけど、うん、一ノ瀬を倒そう。まあ、全員打倒はやっぱりしたいですよね、経験点的にも。よし、これで全員に下がったんで結構楽になったと思うんだけど、でこれはまあ基本的に経験点を取っていけばいいんで、なんか一番下の選択肢ってなんか金徳とかもらえる可能性があるんですよね。まあ金徳いらないんですけど別に。こうどっちがいいかな、100ポイントくらい確かもらえる、そうっすよね。58なんで、でスミカちゃん、これもちょっとフルーティーさでいきましょう。うまーい、よし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 って言ってもあれか。もうクリスマスが近いのか。で八島が倒せるけど、ちょっと待てよ、やっぱ三本松六本木だな。減らしていこう。でスミカちゃんの方が高いよね多分評価。よし、ラブパワーも出てくれた。経験点的には別にクリスマスはせっちゃんでもスミカちゃんでも変わんないのかな。ちょっとせっちゃんのあれがわかんないですけど、そっか、スミカちゃんの方が借りてるからレベルが高いから経験点必然的に高くなるのか。イカリとイガラシか、もうちょっと減らしておきたいよな。まあヤシマはガイアのあれをやってるんで、どうすっかな、7位で経験点を取りに行きたいけども、やっぱり打倒ポイントだな。うーん、悩みまくる。三本松を下げておくか、せっちゃんもいるし、ここにはとりあえず体力を回復してもらって、冷やし中華じゃなくてよかった。ここで冷やし中華が来るとマジやる気が下がるからな。でスミカちゃんは初詣のねイベントが、わりかし悪いのが出てもそんなに痛くはないんで、そこがいいですね、安定派には。大吉か、結局大吉で体力回復できたな。まあいいか。五十嵐7、六本木4で、仮にここで八島を倒すと1,2,3,4人か。怒り以外がまあそこそこ高いな。うーん、八島を倒しておくか、倒せるときにちょっと倒そう。でこっからの調整がちょっと大変そうだな。五十嵐が高いからね、やたらと。これでまあ下げられるでしょ。忘れてた。あったね。もうこれは経験点を取りに行くためにまあ試験を受けるっていうのがいいんですけれども、ちょっとミートを上げてないからな。一ノ瀬はね、吸収が多いのが本当厄介なんだよね。
今のダメなの？ちょっと上がりすぎたか。ファールか。センターか。もう一本打ったらちょっとバントでもしようかな。今のもいかないの？これはそもそもやばいペースだぞ。自力であと1本打つしかない。よしよしよし。しょぼかったけどなんとかなった。あれ、俺そういえば左だな。なんで左バッターなんだ。そうや、全然気にしてなかったわそこらへん。なんかどうでもいいやってなったから。ここで精神ポイントももらえて、さてさてさてどうしようかね。じゃあ守備 G。 これどこまで上げられる。なんか A まで上げちゃおうか一応。よし OK。 ちょっとミートとかどこまで上がるの。そうすると D にはしておこう。そうするとパワーが上げられないのか。まあ別にすぐパワー必要かって言われるとあれだからいいや。でまたちょっとカウント下げに行きますか。イガラシだね。ちょっと出てるからせっちゃんはね、デートするかって言われたらちょっと微妙なところだからね。こういうので評価を上げていきましょう。あ、そう、あとね、もう井戸端に関してはもう絶対どうしようもないんで、もう出たら出たでしょうがないっていうところですね。これちなみにメンタルで回復できるかな。ここに人がいてくれればすげえ良かったんだけど、そこまでうまくはいかないか。まあマラソンもね、経験点は手に入るんで。あ、これどうしようかな、続けようか。ほら六本木フライのノック、これが80ポイントくらい入るんだっけ。 SR35 だと。うわ、体力が下がるのか。13で回復が5だっけ。これ自然回復やろう。ちょっと誰の手も借りらんないけど、10位以内に入れればいいかな。そうすると上りか、ちょっと飛ばすか。砂地だしね。ここも砂地か。上りか。あれ、つくもつくものアドバイスとか何なの。すごい下りは飛ばそう。で最後平地、これって思いっきり飛ばして体力大丈夫だよね。ギリギリだ、危ね。あ、1位だ。走力か。まあ別に走力とか上がるのはどうでもよくて、ポイントよポイント。ここは五十嵐、六本木、あとは誰だ。あ、三本松か。どうすっかね。とりあえず六本木を倒しておくか。五十嵐とかだから極論すれば最後まで残ったっていいですね。鉄人遅れるんですけど、別に鉄人でもいいと。あ、これなんだっけ。使ったことねえからわかんねえ、マインド。自分でなんとかするで、緑解くのがもらえるのはわかるんですけど、民間療法とかだとなんか選球眼とかでしたっけ。経験点的なものがわからん。あ、体力も回復するんだ。まあただバレンタインが近い。ちょっと待って、倒すと1234、これやべえわ。倒すとやべえわ。4とか8になるんでしょ。それは無理。それは無理。いや、調整が大変だな。あ、しまった、粘り打ち潰しとけばよかった。しくじったな。で、通過もまあ続けていきましょう。
これも経験点だけでいくと最後わりかし手に入るんだっけ。バレンタイン、まあこれは回復をさせていただきましょう。まだデート1回もしてないな。それだけ練習できるっていうのもまた珍しいな。メンタル誰もいない。怒りはちょっと放っておいて、これはもうここだな。3いくつだったっけで、まあ別にこれも上でいいかな。下の方が経験点的には入るんだっけ。20のささやき破り、おーいこれはもう別にいいでしょう。元気で今来てもね別にね五十嵐が3、五十嵐が3か。これでとりあえずみんな2くらいにはなったのか。できれば1まで下げておきたいけどね。これで怒りが下がってくれれば、おいむしろ上がってんじゃねえか。いない。五十嵐が2、六本木は1、じゃなくて2。回復をして六本木を1にするか。結構回復するね、精神って。よし、ありがとうございます。これでまた練習ができます。3月か、なんだかんだでやっぱりもう3月か。1、三本松が2。怒りが3になっちゃったんだよね。怒りがね2だったらやってもよかったんだけど、ちょっと3が6になるのはねきついわ。というわけでちょっとせっちゃんと練習をして体力を回復しよう。おー、熱々の冷やし中華だけが怖い。怒りも下げにかかるか。そうするとあこれで五十嵐、五十嵐っていくつ今とりあえず下がってくれた。とりあえず下がってくれて1になって、怒りが3だから3はもう無理だわ。これで練習場を紹介してくれれば助かる。一緒に練習しようぜスカウトさん。まあ、10ポイントくれるのはいいけど10人に1人こっちか。微妙な経験点だね。ここら辺がね成功してくれれば経験点が違うんですけど、メンタル六本木がいる。倒すか。三本松が2あるのか。2あるけどね。倒そう。この選択肢が吉と出るか凶と出るか分からんけど、これで倍になって、とりあえず五十嵐は下がって、で五十嵐を倒して三本松を下げよう。五十嵐、五十嵐、おお、ちょうど倒せるね。怒りとかでもなんだかんだで残りそうだな。怒りを先に倒したい。もうこれは怒りを追っていこう。で最後に怒りでドカッと下げてもらうと。2下がるんで楽になるっちゃ楽になる。怒りを追いたい。ちょうど7位のコツも踏めそうだな。パワヒを取って広角を取ってポイントくださいと。
で今4月の1週だから大丈夫だな、怒りは倒せそうだな。おしかも球場を案内してくれた。バランスボール、あこれってあれだっけ、なんか広角打法のコツくれるんだよね。まあやめとこう。おおすげえすげえすげえ30、30、30もくれるんだ、いいね。でここは1、1かこれ絶対いけんな。3本松ってちなみに何くれんの、まあ、どっちでもいいんだけどさ打撃レベルを上げておこうか。二宮もいることだしね。てか二宮とタッグ組んだ、分からんけど。あとはまあちょっと練習に集中できますね。てか井戸端とかさ来るんだったらもう本当に先に来てほしいよな。おお、この疲れてる時に無理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 。またおお、こういうのもねこういうのもだよね、まあ、ここはスミカちゃんとデートをしてやる気も上げてもらいましょう。今女性陣の評価ってちなみにどうなってんの全然デートしてない、初デートだよねこれ。73も回復するんだ。もうでもスミカちゃん満タンだねデートしてないのに満タンっていう。3本松4、まあ気にしないでおこう。二宮コツをもう取っちゃいましょう。阿部日、そう二宮はねコツも少ないっていうところがいいですね。でブロック取っちゃえば、ブロックについては軽いんで直取り全然 OK と。で経験点をいただきましょう。か試合か、まあ、ここも経験点狙いで、打っていきましょう。パワーを上げるか、パワーを上げられるだけ上げよう。 B くらいまでいける、よし。ミートがちょっと小さいな。あとは余剰がね精神的支柱をくれるかどうか、バンジージャンプ次第だな。ただ A でもねそこまで成功率高いかって言われるとそこまで高くなるような気はしないんだよね。なんかそういうのもねどっかで公表してくれるとすごい助かるんだけど、基本成功率何パーセントプラス上げれば何パーセントアップみたいな。コナミからさそういう攻略本出せばさ絶対売れると思うんだよねまあすぐネットに乗っかっちゃうか。うおー最後手に入れられたな本とかね出してもねすぐネットに乗っかっちゃうっていうところが今の時代厳しいですよね、まあ、本当はいけないんだろうけど。おーやる気が下がった。タッグが来てるね。経験点を取りつつ回復をするか。試験を受ける。ミートが D だからな。パワーで無理くり持っていくか。あんま大きくないなミートも。ちょっと早かった。うわあ危ね危ね危ね。いかんか。いやまたこれはギリギリの生活、今のそうだよねボールだよね絶対高かったもん。いやミート上げないと打てねえわマジで。今のもボールだったよね。よーし、今
今のはすげえギリギリだな。いやーミート C は欲しい。やっぱり D は俺の腕じゃ厳しい。19、20いかないと20点ってもらえないのかな。もらえねえわ。これやる気上がるよね。おお2段階上がるんだ、すごいなそれは。余剰のコツ取れないな。バントとか結構高いもんね。粘り打ちはちょっと取っとこう。あー無理だな、ちょっと待って。そうするとまず粘り打ちは取ろう。で盗塁は結構重いんで置いておいてもいいかな。でも臨床余ってるっちゃ余ってんのか、潰しとこう。でバント、もしバントが来たらバントを取ろう。それでをね、A まで上げちゃったからね、技術が足りなくなってきてる。またメンタルか。ちょうどせっちゃんもいるしね、やっとこう。せっちゃんもこれで評価マックスになったね。だからあとはあれなんだよ、井戸端なんだよ。ちょっとマジで怖いのは、これもねめちゃくちゃ手に入るんですよね、経験点が。これ多分成功失敗はあるんだろうけど、あそう、せっちゃんってユニフォームバージョンだと固有ボーナスでなんか経験点アップみたいなのがあるじゃないですか。あれって何、どんくらいアップすんの。練習効果アップ 5% とかそんな感じかな。お願いします碇様、ほんとお願いします、ありがとうございます。3下がったとか本当ありがたいわ。もうじゃあ倒しちゃいましょう。なんか事故が起こっても事故起こるかっていう感じだけど、ちょっと怖いんで。で全員打倒ですね。途中どうなるかなと思ったけど、まあまあ全然余裕な感じでしたね。金徳は全然気にしなくていいんで。そもそも何くれんの。わからんそれすら、恐怖の満了とか。あ結構いいのくれんね。あ来た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 。まあ6月2週、これはまず評価上げを優先しよう。もうせっちゃんがいる、一回せっちゃんと練習をしよう。これはで体力を回復してもらいつつ、いや怒ってるわせっちゃん怒ってるわ、料理作ってきてくんない。そりゃそうだよな。先に飛ぼう、経験点ください。ほらわりかし失敗するよね。で別に上げてなくても成功するときは成功するんですよね。まあそりゃそうなんだけど、いない、スミカちゃん、あいたいたいた、どうしようかな。まず確実にせっちゃんを上げよう。本当はねだからこういうの踏みたいんだけど、お願いします、お料理プリーズ。まあ、2回練習すればね、1足りなくても満点はもらえるみたいなんでいいんですけど。さあすみかちゃんいるいるいる、ちょっとあげとこう。まあ、別にデートすれば上がるっちゃ上がるんですけど。でここもコツが来てますね。こっちの方がいいかな、少し能力を上げるか。ミートがいける、いけるね。 B まで上げとこう。で体力が減ってきたら体力を回復させつつ、スミカちゃんとデートしてスミカちゃんの評価を上げると。これで戻せるな。7月とかにね来るとね、ほんときついんですよね。でまあ、招き猫を持ってきてる関係で、多分もうあの井戸端自体はもう発生するものと覚悟した方がいいんで、発生しなかったらよっぽどラッキーみたいな。ただそういう時に限ってあんまりうまくいかないとかねあったりするんですよね。
とりあえず精神が結構余ってるんで D くらいにして、チャンスが取れないか、チャンスは多分もう直取りできるレベルですね、これだけ精神が余れば。お待たせいたしました、3番ボールが先行するな、コントロール F か3ボールだぞ、おいデッドボールとかね、敬遠とかねこいつマジ何なんだ球速も遅いから若干打ちにくいけど、変化球はね球速遅いと合わせやすいっすね、やっぱり。こういうやつとか、またコントロールの悪いやつが出てきたなまあそりゃバス停前だからさ、しょうがないんだけどさ、そうスライダーとかもね見て合わせられるからね、球速が遅いと。それ考えるとね、本当ねアンドロメダ大西とかマジ無理だかんね。でタックが来てるんでと言っても7位か、まあ、でも41ポイントはもらえるのか。タックで練習してスミカちゃんで回復してもらいつつ評価を上げていくか。ちょうどタックとかコツも来てないしね。でここで連打してるとね上のせっちゃんになるっていうのがあるから、そういうね事故がね起こりうるんで特に俺の場合は、俺わりかしね特に何にもない時とかもね連打する癖があるんで、こういう時とかねプチ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 丸ボタンをね押したりしてるんですよよしこれでもう大丈夫だよね、評価的なものは。あとは試合に勝っていくと、アバターか、アバターチャンスを取っとこう、チャンスを総力上げとく、余ってるし。あ、待って待って待って、盗塁、あ、盗塁はもう取ったんだっけ。 C ペアにしとこうか、まあ、7位を入れるとねパワーヒット降格も割かし取りやすいんで、試合のね経験点もやっぱり稼ぎ出しやすいっていうのがありますね。宇治家第9投げた、こういうのは見逃したくない。なかなかいい勝負をしているな。先ほどホームランを放った宇治家、よろしよしよし、1点ずつ確実に取っていこう。まずは勝つこと、誰も塁に出てくれない、これ無理。アバターボールはねなかなか打てないよね、やっぱり。低めボール、カウントはワンボールワンストライクです。投げた、インロー、おお出たか。バッターよく見ました、カウントはツーボールワンストライク。しかもやる気好調だしね。ちょっと待って、みんな、まあ、いいんだけど、別に勝ちゃいいんだけど誰も点を取ってくれないな。第2球投げた、ボール、大きい熟血三様、カウントはツーボール、打ちました、痛烈。いやー俺が打たなかったら負けてたんじゃないか、まったく。いいね、57ポイントくれるねちょっと増えてる、やっぱり試合経験点アップがついてるから。メンタルか、まあこれはメンタルしつつ、じゃあポイントをもらいますか。で甲子園で3回練習したいといえば3回練習したい。まあ怒りとの勝負もね、勝つとめちゃくちゃ経験点が増えるってわけではないんで、どっちかっていうとコツ目当てですよね。まあただもうパワーヒとか持ってるしな、内野安打とか取ってもね、まあ、内野安打取りに行く、せっかくだからせっかくだからって言っても勝たないともらえないから、これはボール、よしよしよし、ダメだ、
精神10。特に何もないね。どうしようかな。スカウト評価、スカウト評価とかどうなの。もうここまで来るとね、スカウトさんの前で練習はしないですからね。経験点ももらえないと。で、パワーを上げとくか。パワー A。 まあ本当だったらね、守備に回した技術点を使ってミートを上げたかったんだけどね。宇治へ打ちました。これはいい当たり、入れません。まあ、B やればでも、あ、いいかな。げー、なんかちょっと雲行きが嫌だな。雲行きが本当惜しいよな。なるべく取れるとき湯場に変わってんな。湯場はね、どっちかっていうと変化球中心なんで、ストレートに狙いを絞るよりは変化球に狙いを絞って打った方が打ちやすいですかね。あ、70超えるんだね。いいね、いいね。タックが起きないね、タックが。大丈夫だよね、スミカちゃんもセッちゃんも。よしよしよし。そこすると、技術点が足らない。ここで練習すれば、とりあえず体力の消耗も抑えられると。で、最後、普通に練習もできますね。ブくんのところか。ここはね、結構嫌いなんですよね、ピッチャーが。球速が遅いけど、変化球をね、わりかし投げてくるんで。あと、なんか直撮りできるものある？持ってた方がいいやつ。初球とか、持っとこう。恐怖の満塁男とか、取っとこう。せっかくだし。ムード、取っとこう。さあ、これで、甲子園2戦目。ギフトとかね、出てきてくれる。おお、いお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 い、どういうことよ。あ、球速速いわこいつ。先頭バッターは宇治へ。4-3-3とかね。投げた、打った、これはいい当たりだ。若干ずれたな。これはまずいぞ。負ける可能性がかなり出てきたな。1点ずつしかちょっと返せない。最初の1点も返せなかったし。ここで、ここでノーアウトランナー一塁二塁という場面で宇治へ。まずは同点にする。第2球投げました、外れた。やっぱね、変化球をね、投げてくるんですよね。投げました。よし、このストレートを逃さない。とりあえず同点。あとは取られんなよ。よしよし、取られなければあとは俺に任せろ。宇治へ。今日はチームの全打点を叩き出しています。第2球、入ってくんね。よし、広角打法。喜んでるけどね。完全に俺のおかげだからね。分かってる、守るくん。まあ多分最初に打たれたのは一ノ瀬だろうけどさ。いやー、ほんとね、武くんのところは嫌い。まあ、7位か。タックがないよりはマシですね。7位もね、俺 PR1 枚しか持ってないんで。いやー、7位持ってれば多分だいぶ違ったね、これは。あとはパワーは上げらんない。なんか特能でも取るか。気張って右だっけ、左だっけ。ちょっとこう左わからん。台だとかそこら辺は無駄だしな。ローブ人のとこ。よし、これでいこう。騎馬はもう完全に爆速狙いですね。ただ2校に2回の裏、ボールの1個上くらいをちょっと狙いつつ、この回のトップ無理。だからもうね、こういう緩急をつけられると出ないんで、これはボール。カウント1ボール1ストライク。第3球は
これは入るね。厳しいところにな、投げられるときついんだよね。投げました。カーブはボール、アウトローへ。キーパー左だよね。よしよしよし、対左が。投げました。これ待って。無理だ。フォークか。赤月大附属追う展開で迎える4回です。バッターは宇治家。これは入ってる。二足スライダーだからそこまでは曲がらないか。投げた。完全に外れた。ボール。完全なボール球。カウントは2ボールノーストライクです。投げた。これはよし。ここまで来るとね、そこそこやっぱり能力が高くなってるんで、バック速狙いでいけばまあ乗ってはいけるんですよね。第2球投げた。危ない球。投げた。ああ無理だ。空振り。バッター追い込まれました。第4球を投げた。ボール。カウントは2ボール2ストライク。投げました。打った。全力ってなるとちょっとね、あのカーソルがずれるんで、そこがまた厄介なんですよね。リードで迎える8回です。ツーアウトランナー無理。今日はホームランを打っています。もう一本打ちたい。これから2球目。これは見送ってボール。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました。あーカーブか。アウトコース低め空振り。緩急に弱いよな。第4球を投げました。これはどうだ、行くか行かないか。まあいいや、しょうがない。ツーベース。一ノ瀬くんの試合経験点ボーナスが最後活かせなかったな。まあそれでも60か。裏切り者の騎馬妹ジャージいつ治るんだろうこれ。まあこれでどれくらいの点数いくかだよね。わりかしね、悪くはなかったと思うんですよ、その流れ的には。ここで最高点叩き出してもしょうがないんだけど悪くなければもうこの編成でいきますね。ちょっと微妙かなと思ったら一ノ瀬とかをちょっと変えようかなとも思ってはいたんですけど、まあ最後2人から経験点もらえるのもでかいし、あとはサクチャレ応援ガチャがね、多分もう1回ね15日以降とかに来ると思うんで、まあそれ次第ですかね。まあ何よりもやっぱり報酬なんですよね報酬によってはもうガチバチにするか、まあこのままでいいかなみたいな。7300か。7500とか欲しいよね。暁はね結構ね伸びると思うんですよね。もともと経験点が叩き出せる高校なんで、まあ、別に何するってわけじゃないんだけど、とりあえず能力をちょっと揃えとく。 C とかに精神がめっちゃあるね。で俺そういえばさ、ファーストなんだよねあ違う、外野か自分のポジションすら把握してなかったな。なんかエースにしとく。あちょっと待って、そうすると筋力全然足んねえな。印象が余ってるんで総力上げとこうか。で対左せっかくだから取ろう。怪我しにくさ取ろう。あとは精神を使うやつ、これと下の方行って守備職人がなんかコツを掴んでいるな。精神余るね。やっぱりチャンス直取りしたけど精神余る、まあ、余っていいんだけど、まあ一応この画面で終わらすかじゃあという感じで、まあ編成的にはこれでいきますかね。ここって多分見れないよね、あの編成は。なので一応この編成をメインに、やっていこうと思います。まあ目標は多分そうすると7500とかになりますかね。で自分のデッキでいくと、まあ余剰がねやっぱりねやる気効果アップがついてないっていうところがちょっと、まあ、痛いところではあるんですけれども、まあ、これがかなりバランスのいい編成だと思うので、まあ、これでサクチャレはやっていこうと思います。というところで、じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。